追川は、小イカに分類される、淡水魚の一種。西日本と東アジアの一部に分布し、分布域では、カワムツやウグイなどと並ぶ、身近な川魚である、釣りの対象としても人気がある。婚姻色制魚は、体長15センチメートルほどで、オスの方がメスより大きい。背中はハイアオイロ、体側から、副側は銀白色で、体側に淡いピンクの横半が数本入る。 三角形の大きな尻びれを持ち、特に生体のオスは大きい。背中の背びれの前に黄色の防水系の斑点がある。上から見ると川つや沼むつに似るが、角ひれがより大きく広がって見える。ハスの若菜にもよく似るが、ハスは横から見ると口が大きく、唇がへの字に曲がっているので区別できる。日本国内では利根川水系と 信濃川水系異性の本州各地、四国の吉野川、水系、九州に自然分布する。国外では朝鮮半島、中国東部、台湾に分布する。近年回収によって多くの河川は流れがより緩やかになり、川床は平坦にされている。水の汚れや河川回収にも順応するオイカーにとって近年の河川は生息しやすい環境へと変化している。 21世紀初頭の時点では、東日本、薬島、徳之島などでも記録される普通種となっている。日本国内の移動で、生態系への影響も、比較的少ないとはいえ、外来種であることに変わりはない。海舟への順応が低いウグや、カマツカなどの魚が減少する中、生息数が増えている。ビワコサンアイユや、ゲンゴロウブナなど有用魚種に紛れて放流される、ことにより、 東北地方など各地に広がった。また、従来生息していた河川などにも侵入した結果、ビワコさん追い川と在来追い川の混在が確認されている。台湾に生息する個体のミトコンドリア DNA を解析したところ、遺伝的にビワコさんと極めて近い関係にあるとする研究があり、アユの移植に伴った人移植と考えられる。徳之島では1970年代に、 鹿児島県や森川から、アユの移植を試みた際に、アユ事業に混ざっていたオ川が定着し増殖している。なお、オ川の増殖により、徳之島在来種の陸風型ヨシノボリ類の減少が報告されている。川の中流域から下流域にかけて生息するが、湖などにも生息する。川むつなどと分布域が重複するが、オ川の方が、平瀬で水流が早く日当たりの良い場所を好む。 また、川むつに比べると、水の汚れに強く、河川回収され生活排水が流れ込む、都市部の河川にも生息する。川鍋広屋の浮かでの研究によると、川ムツと、イカ川が、両方生息する川では、イカ川が、流れの速い、背に出てくるのに対し、川むつは、流れの緩い川底部分、縁に追いやられることが知られる。さらにこれに、鮎が混じると、 アユが川の浅瀬部分に生息し、追い川は流れの中心部分や淵に追いやられ川むつわせに追い出されアユと瀬で共存する。このことから河川が回収され、平瀬が増えると追い川が増えて川むつが減ることが分かっており、生物学の住み分けの例として教科書等に載っている。ただし、近年は関東地方の一部の河川では、追い川から川むつが優先種となる。 逆のパターンも見られこれも河川回収等が原因と考えられ両者の関係には今後も注意すべきである。雑食性で藻類や水草、水生昆虫や水面に落ちた小昆虫、小型甲殻類、ミミズ、赤虫などを食べる。複数回の産卵を行うが、1回目の産卵の後、好ましくない条件下では体内に残っている卵は産卵されないこともある。 この残った卵は過熟卵となるが、恋と同じように体内に吸収されると考えられる。成熟メスは産卵活動を行い9月までに死ぬ。TEC タイコール K、ディスプラスタイル、マスム、デマスム、A、マスム、シータ、イコール K これより、ロージイコール0.5103、A イコール0.1175、K イコール1705、90イコール3.24の値となる。 河川改修による平坦化や農業用用水取水の影響による水量減少のために、もともとは住み分けをしている老い川と金縁種の沼むつ、または川むつの産卵場所が重なることで、交雑が生じている。老い川と沼むつの交雑種、老い川と川むつの交雑種のオスは共に、両種の特徴を持った、古人食となる。渡辺昭和市の追っ手川の支流での観察によると、 ヌマムツのペアに、追い川のオスが飛び込んで縫製する姿が観察された。これは追い川、川ムツ、ヌマムツは、基本的に、死于一体で産卵を行うがその周りには、小型のオスが徘徊し、産卵の瞬間に縫製に参加するという共通の習性を持っており、渡辺氏の観察では、ヌマムツのペアに、追い川のオスが縫製するパターンのみが観察され、追い川のペアに、 沼むつのオスが縫製する逆のパターンは観察されなかった。産卵期には沼むつのオスは体側の縦体を緑色に変えるために追い川のオスが飛び込む引き金となっているとも考えられている。ハヤハエハイブリーク、ハス、シラハエシラバエチンマヤマベ人権など各地に多くの方言故障があるが多くの地方でウグいや川ムツなどと一括りに 早と呼ばれることもある。地方名の山辺は、酒かの山目を指す地域もあり、注意が必要である。淀川流域では追い川をハス、ハスハスを、ケタバスと呼んで区別している。なお、標準は名、追い川は元来古姻色の出たオスを指すびわ湖、沿岸域での故障であった。この他に、オスが赤ハエメスが白ハエとも呼ばれる。また大分では、白ハエより、 体調も長く大きい腹の赤いものを、ヤマトバエと呼んでいるようだ。ちなみに川ツを初めてヨーロッパに紹介したのは、長崎に赴任したドイツ人医師シ,シーボルトで、追川の俗名ザコは日本語のザコに由来する。この追川族には、追川と川ツと沼ツが含まれていたが、現在は、追川は、ハス族アプスリグシースに、川ツと沼ツが、川ツ族にはなしプリーズとなっている。 釣りの対象、または水遊びの相手として馴染み深い魚である。餌は練り絵、川虫、刺し、耳ミ鼓ミ、毛針、ご飯粒、パスタなど、釣りの他に刺し網や投げ網、料料などでも漁獲される。泳がせ、釣り用の池絵として釣られることもある。甘露に、唐揚げ、天ぷら、南蛮漬けなどで食用にされる。滋賀県では、慣れ寿司の一種である、鎮馬寿司に加工される。 長期熟成による発酵臭が強く硬い船寿司より、新マ寿司の方が食べやすいという向きも少なくない。美しい婚姻食からアクアリウムなどで観賞用として飼育されることがある。人工飼料を利用し育てることができるが、長期飼育は比較的難しい部類に入る。定期的な水害と温度管理が重要で、狭い水槽での飼育は困難とされている。ありがとうございます。